やめるだけで12キロ痩せることができて、8年間その体型をキープできています。皆さんはついつい食べ過ぎて体重が増えてしまったという時、どのような対策をしていますか？元の体重に戻そうと頑張って食べる量を減らしたり、運動してもなかなか元に戻らない、元に戻ったとしてもちょっと気を抜くとすぐに太ってしまうなんてことも多いのではないでしょうか。そんな方に朗報でございます。実は頑張らなくてもあることをやめるだけで太らない痩せ体質になれるんですよ。ということで今回の動画は〇〇をやめるだけで一生太らないっていうテーマでお届けをしていきます。頑張っているのに痩せない理由やおすすめの対策についてもお伝えするので、ぜひダイエットの成功に役立ててくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。皆さんは忙しかったり疲れていたりすると、ラーメン、パン、丼物など美味しくってすぐに食べられるものを選んでいませんか？またヘルシーな食事を意識していますという場合でも、お菓子をちょこちょこ食べているなんてこともあるかもしれません。そしてこうした普段の食習慣が太る原因を作っている可能性大です。全ては習慣です。太る主な原因は糖質と、あと糖質と脂質の摂りすぎ、これがほとんどです。今まで1300人以上の女性の3食90日間の食事とそのダイエットの経過を見させていただいてきた中から断言できます。とはいえ糖質というのは体や脳を動かすために大切なエネルギー源でもあって、消費カロリーとしていち早くエネルギーを作り出してくれる特徴があります。しかしそのエネルギー源となる糖質が使われないでいると、脳は体に次に使う時のために保存しておいてという指令を出すんですね。そうすると使われない糖質は体脂肪となって蓄積されてしまうことに加えて、糖質をたくさん摂ると血糖値が急上昇して、インスリンという血糖値を下げるホルモンが各細胞に血糖が高すぎるから取り込んで保存しておくことっていう感じで指示を出します。こうした理由から糖質を摂りすぎると脂肪の蓄積に直結してしまうんです。また脂質は油という文字通りカロリーが高く、太るための手助けっていうのをしてしまいます。そのため脂質を摂りすぎると当たり前ですが消費カロリーよりも摂取カロリーの方が上回ってしまいますよね。つまり脂質を摂りすぎてしまうとこの差のカロリーっていうのがどん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 蓄積されて太る原因になってしまうんです。とはいえ糖質もカロリーも制限したけど痩せなかった、すぐにリバウンドしたという方も多いのではないでしょうか。過去の私も2キロ痩せては3キロリバウンド、こんなことをずっと繰り返していました。では一体それはなぜかということで、次に糖質制限やカロリー制限で痩せない理由を分かりやすく説明していきますね。先ほどお伝えしたように糖質や脂質などのエネルギー源、カロリー源は人が生きていく上で必ず必要なものですよね。そのため痩せるために極端に我慢、制限しすぎるとリバウンドや健康を害するリスクがあるんです。ちなみにエネルギー源となるもの、つまりカロリーが含まれているものって実は糖質、脂質、タンパク質の3つしかないんです。特に筋肉を作る材料でもあるタンパク質が不足すると代謝が低下してかえって太りやすくなると言われているので要注意。また先ほどお伝えした通り糖質はカロリーの一つ、つまり糖質制限とカロリー制限は大きな括りで言うと一緒の意味にはなります。ただ糖質の摂りすぎは太るに直結するでしたよね。なので糖質を制限すると一時的には痩せる場合も多いと思います。しかしこちらも先ほどお伝えした通り糖質は大切なエネルギー源の一つなので、糖質を制限しすぎると健康を害する恐れがあったり、やっぱりリバウンドにつながりやすい。
特にお米などの良質な糖質カットすればするほど便秘、肌の乾燥、吐き気や腹痛などの不調が出やすい。加えて良質な脂質は細胞膜やホルモンなどの材料にもなってくるので、脂質も代謝のいい健康的な体づくりのためにはめちゃくちゃ重要なものなんです。つまりカロリー源となるものをやみくもに制限しすぎるのは危険なことなんですね。過去ダイエッターだった頃の私はこの事実を知らず、とにかく制限ばかりのダイエットをしていました。例えばお肉やお米は食べない、ちょっと太ったらすぐに食事を抜く、とにかくカロリーや糖質が低いものを選ぶとか。しかしまあいくら頑張ってもカロリーや糖質を制限しても体重計の数字は減らず、むしろ増えていく一方で、この時の私は制限ばかりで体が栄養不足状態になって代謝が低下していたんだと思います。つまり自分で痩せにくく太りやすい体を作ってしまっていたということです。痩せるために太らないために頑張って我慢してたのに、これではどうでしょうか。もう本末転倒な行為そのものですよね。では痩せるため太らないためには一体どうすればいいのでしょうか、ということで今から太らないためにはまずこれをやりましょうというポイントをお伝えしますね。太らないためにはまずこれをやめましょうというポイントをお伝えしますね。太らないためにやめること、それはズバリ我慢すること。過去の私のようにカロリーや糖質を制限するための極端な我慢、マジでやめてください。私のサブチャンネル E チャンネルの方でも3食の食事よく公開していますが、ご覧の通り極端な食事っていうのはしていません。毎日3食食べている様子をただただ流しております。先ほどお伝えしたようにこうした我慢のダイエットはリバウンドのリスクが高いだけではなくって健康を害する恐れもあります。無茶をすれば必ずその反動っていうのがやってきます。そしてその我慢をやめる代わりに栄養のある食事でしっかり私たちはね、体そして心も満たしていきましょう。というのも人は栄養不足の状態だと先ほどお伝えした太る原因である糖質と脂質に偏りやすくなるから、逆に言うと栄養バランスが整った食事をとっていれば無理に我慢しなくっても糖質や脂質を取りすぎにくい状態になっていくんです。オーバーするっていうことがかなりなくなっていきます。また人の体っていうのは栄養で満たされると食欲やメンタルが安定する、細胞が元気になって基礎代謝がアップするなどのメリットありますよね。こういった点からも栄養のある食事さえとっていれば我慢ではなく自然と痩せ体質で変化していくんですね。では栄養のある食事とはどんなものかというと、タンパク質、野菜、キノコ、海藻などいろいろな食材をバランスよく摂ることです。まあ、定食の形をイメージしてもらえるとね、分かりやすいかもしれません。例えばお米で糖質を摂って、肉や魚などの主菜でタンパク質と脂質を摂って、まあ、味噌汁とかサラダなどで野菜、キノコ、海藻を食べるとかですよね。いかがでしょうか。栄養バランスのいい食事、痩せる食事って意外と普通の美味しい食事なんですよね。私がマイナス12キロ痩せた時はカロリー制限一切やっていません。もちろん運動もやっていませんでした。私がやったことはただ一つ、今お伝えしたように我慢もせず栄養を意識してただただ3食普通に食事をしていただけです。ちなみに私の普段の食事についてもっと詳しく知りたいという方はこちらの動画でもね、上げています。痩せる1日のレシピ大公開という動画です。私はこうして栄養のある食事を意識して我慢をやめるだけで12キロ痩せることができて、8年間なんとその体重をキープすることができています。大体27歳から今35歳なんですけど、ほぼ体型変わらずに過ごせております。それは食事が変わっていないからです。皆さんも我慢の戦いに挑む前にまずは栄養のある食事を美味しく楽しむことというところに意識を向けてみてくださいね。なぜなら私たちの体は食べたものでしかできていませんから。
インスタでもダイエットにおすすめな食材とかリアルタイムで更新していますし、サブチャンネルのリーチャンネルの方でも3食の食事たくさん公開しているので、ぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、松田リーでした。今日もごちそうさまでした。じゃあね、バイバーイ。